こんにちは、コスモ姫香です。健康情報を配信してます。今回の話は、今更聞けない腸内フローラ、腸内環境って何。腸内フローラ、腸内環境の大切さが注目されて、腸活という言葉も生まれています。腸内環境が脳にも心にも影響を与えることが分かってきました。腸内フローラとは、腸内における約300種類、100兆個の菌が腸に住み着いている細菌の様子がお花畑のようなことを表しています。この腸内に住み着いている細菌のバランスを保つことが健康に大きく関わっていると言われ、腸内環境を整えることが重要視されています。腸内環境、腸内フローラについて簡単にまとめました。腸内に住み着いている菌とは、腸内フローラにおける善玉菌、悪玉菌、日和見菌の理想のバランスは2対1対7と言われています。腸内細菌は善玉菌、悪玉菌、日和見菌に分けられます。善玉菌や悪玉菌という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。善玉菌、善玉菌の代表は乳酸菌、ビフィズス菌です。善玉菌の作用、善玉菌はビタミンの合成、消化吸収の補助、感染防御、免疫刺激などの働きがあるため、健康維持にとても重要です。善玉菌は主に糖質を分解します。オリゴ糖が善玉菌を増やすと言われるのはこのためです。善玉菌が糖類を分解する作用は発酵で、腸内を健全な弱酸性に保ち、悪玉菌の繁殖を抑制します。乳酸菌やビフィズス菌にはたくさんの種類があり、腸内環境により相性があります。数週間続けてみても何も変化を感じない場合は、乳酸菌、ビフィズス菌の種類を変えてみましょう。ヨーグルトだけが乳酸菌ではありません。悪玉菌、悪玉菌の代表はウェルシュ菌や黄色ブドウ球菌、大腸菌などです。悪玉菌の作用、悪玉菌は主にタンパク質を分解します。悪玉菌による分解は腐敗で、腐敗臭のするガスを発生させ発がん物質を作り出すこともあります。腸内腐敗、細菌毒素の酸性、発がん物質の酸性、ガス発生など腐敗により健康を阻害するのです。日和見菌、日和見菌の代表はバクロイデス、大腸菌の無毒株などです。日和見菌の作用、日和見菌は中間的な菌で、善玉菌が優勢なら何も悪さはしません。悪玉菌が優勢になると悪玉菌に加勢し、悪玉菌を増やします。腸内環境、腸内フローラを悪化させる主な原因8つ。1、睡眠不足。2、食品添加物。3、トランス脂肪酸。4、ストレス。5、糖質の過剰摂取。6、グルテン。7、カフェインの過剰摂取。8、抗生物質などの薬。睡眠不足、睡眠がしっかりとれていないと、体や脳の機能をメンテナンスができなくなります。疲れや毒素がたまりやすく、体や脳の機能がスムーズに働かなくなることで、細胞が炎症を起こしやすくなり、当然腸も炎症を起こしやすくなります。食品添加物、人工的に作り出されたものは消化や排泄が困難なものが多々あります。腸内環境を乱すだけでなく、体の中に蓄積されることにより細胞機能が低下してしまい、炎症を起こしやすくなります。トランス脂肪酸、化学的に作られたトランス脂肪酸は消化排泄が困難なため、体内に蓄積されていきます。細胞膜や脳は脂質で作られているため、消化排泄が困難なトランス脂肪酸が変性や機能低下に関連します。ストレス、自律神経が乱れることにより体の生理機能が低下します。ホルモンバランスなども崩れてしまい、免疫力も低下します。糖質の過剰摂取、精製した砂糖、小麦、白米などの糖質は体に悪影響を与えることが知られてきました。極端な糖質制限をする必要はありませんが、精製された砂糖、小麦、白米などの摂取は控えましょう。グルテン、小麦などに含まれるグルテンは腸壁にこびりつき、腸内環境を乱し、アレルギーの原因として大きく関わっています。カフェインの過剰摂取、元気を出すためにとエナジードリンクを日常的に飲んでる方はとても危険です。カフェインで神経系を乱し、大量の糖質で腸内環境を乱します。抗生物質などの薬、抗生物質は体を攻撃するものをやっつけてくれますが、体に必要な善玉菌もやっつけてしまいます。全ての菌に影響を与えるため、腸内環境が乱れ、便秘や下痢になることもあり、もちろんリーキーガット症候群の原因になります。まとめ、腸内環境が健康に大きな影響を持っています。腸内環境、腸内フローラを整えることが健康維持につながるのです。腸内が悪玉菌に支配されてしまうことで腐敗が進み、
病気になるのは簡単にイメージできるのではないでしょうか。腸内環境が脳にも影響を与え、体全体、思考や性格まで影響を与えるという研究者もいるほどです。その他にも、間違ったファスティング、断食をして胃腸や体にダメージを与えている人もいます。ファスティング、断食は胃腸を休め、体内に溜まった毒素を排出するために有効な手段ですが、間違った方法で行うと体にダメージを与えてしまいます。自己流で行うと危険ですので、必ず専門家の指導で行いましょう。自分の体質なども考慮して、重大な体調不良になる前に毎日の生活を見直してください。ぜひ参考にしてくださいね。今回の話は、今更聞けない腸内フローラ、腸内環境って何でした。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はどうでしたか。この動画を見てるあなたがもっと元気になっていくと嬉しいです。健康情報や元気になるものをどんどん配信していきます。高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。また次の動画で会いましょう。